生きるのって楽しいっていうのを僕は伝えたくて、向こうでの生活の中でもすごく感じましたし、まあ、それを絵にしたいと思ってて、みんな忙しくしてたり、なんか心に余裕がないですけど、まあ、そうなんか生きてるって楽しいんやっていうのをなんか感じてもらえたらすごく嬉しいなと思います。まあ、僕初めてティガティンガを見て感じたのは、まあ、ペンキですよね、まあ、塗装用のペンキで描かれたっていうところで、なんかその泥臭さというか、でもその色の鮮やかさに衝撃を受けて、あと下書きをしたらダメなので鮮度が落ちるのでっていうんですよね、鮮度が落ちるからもうダイレクト で、うん、でそういうところにも魅力感じましたし、うん、で僕はあの、まあ、入りはティガティンガだったんですけれども、まあ、すごくペンキに魅力を感じたので、これからそのまあ、ペンキアートっていうことで追求していきたいなと思って、アフリカンペイントアーティストというふうに名乗ってます。はい、僕は向こうに行って4ヶ月目ぐらいなんです。近くに音楽フェスティバルがあるよということで行ってみたら、日本人が数名いるわけですよ。はい、で、大体日本人ってコミュニティがすごくつながってるので、あ、誰々やとかみんな分かるそうなんですけど、一人だけ、まあ、知らない日本人がいるということで、で、そうで、どこに住んでるのって聞かれて、まあ、文殊に住んでるっていう、危ないから出ておいでって言われたんですけど、ですごく僕は安全な環境で絵が描けてるので、そのずっと村で絵を描いていこうと思うっていうふうに言ってまして、はい、でその方がその、まあ、大使館の方だったんですけれども、まあ、後にその方からあの警察署の車に描かないかとか、はい、ポリタンクに描いてみたらどうとか、結構仕事を持ってきてくださいまして、本当に助けられましたまた僕は向こうにも行こうと思ってるんですけど、まあ、1年間みっちりと絵を描いて、まあ、どれだけ自分が通用するのかっていうのをちょっと試したかったっていうか、なので初めにちょっと1年間決めて描いていこうと思ったんです。まず初めにやったのが、あの北海道にノースサファリっていう、日本で一番危険な動物園とかありまして、なんかトラとかを散歩できたり、はい、でそこで80メートルの壁画を描かせていただいて、でそうこうしていると、その僕の活動を見ていた、金沢に住んでいる方が、まあ、九谷焼のデザインしないかということで九谷焼の方とつなげていただいたり、でなんかよく考えたら、その描いてたペンキがすごく良かったんで挨拶しに行こうと思ってそう行ったら、またそこでなんか新しいそのあの新商品の内装用ペンキが出てるんですけれども、そのプロモーションビデオとかに出させてもらったり、やっぱ覚悟決めてからやっぱり気が強いですね、うん、それは絶対に言えますね。